皆さんこんにちは。ナイス旅ライフの木野爺です。この辺は博多のですね、中洲界隈という感じです。今ね、山笠のシーズンでちょっと道が混んでて人も多かったり、まあ金曜日の週末ということもあるんでしょうけど。こんな感じですね。今日はですね、私直腸がんの手術をしまして、ストーマ閉鎖手術をしてから3年という今現在の感じです。なので今日はちょっと直腸がんのですね、ストーマ閉鎖後の状況はどうなのかと、どんなような QOL ですか、生活はどんな不便を伴っているのかとか、そんな話をちょっとしたいなと思っていますので、直腸がんの経験がない方とかは、全然話が関係ないのでスルーしちゃってください。またちょっとそういう大腸がん、直腸がんに興味がある方、今から手術される方とかですね、永久ストーマとか、ストーマ閉鎖とか、そのあたりに興味がある方には、参考になるかもしれません。情報を共有できることもあるかもしれませんので、多少はちょっと参考になるかなって思えるところもあります。今現在はですね、結論から言ってしまうと、ストーマ閉鎖の手術をして私3年ちょっと経つんですけれども、ちょうどストーマの閉鎖の手術をしたのが2016年の4月14日から16日まで集中治療室に入ってまして、その時っていうのは熊本の大地震のあった時なんですよね。病院が久留米だったものですから、もう大変な辛い思いをしたというか、ちょっとびっくりした、ただでさえ肛門が初めてつながったという、手術した後につなげたという瞬間ですから、かなり右折専用レーンに、もう便意が異常なないぐらいあった時で、本当に我慢するのに大変とか、もほぼ垂れ流しみたいな状態の時でしたからね。トイレに通い詰めと、その時が本当2016年の4月14日から16日間3日間、本当に熊本大地震の余震と本震、震度7以上で、いやー揺れましたね。で、6階だったかな、久留米の病院の。もう生きた心地がしないというのはこのことでしたね。いや、もうこれは倒壊するんじゃないかなっていうぐらい本当に、揺れました。今日話すのはその直腸がんになった初めて、今日第1話ということでですね、どうして直腸がんになったのかとか、手術をした経緯とその辺のあたりを、話そうと思います。2016年に、ストーマの閉鎖手術をしたわけなんですけど、つまり直腸がんの手術をしたのはその前の年で、2015年の、10月に入院したんですけど、その前から実は、地元の方のですね、病院に入ってまして、直腸がんの診断を受けて、これはもう手術しないといけないってことで、ステージ
2B というところです。転移があるかどうかはその時はわからない、どんな状況かわからない、まあ、ただかなり大きい、びっくりするぐらいでっかい、不気味な、がんがですね、直腸の中に大きいのができてましたね。それが、最初の病院に入院したのが2014年でしたね。いつぐらい ?4 月とかだったかな。そこでは、私は、まあ、いろんな情報を得てですね、まだちょっとがんの手術っていうのにちょっと踏み込めない状態でしたので、まあ自分の気分的にといいますか、いろんな情報収集した中で、まだその時は、がんの三大療法っていうか、まあ、手術ありきで、放射線、それと、ですね、薬による治療。まあ、ところが、結果的にはまあ手術をしないといけないっていう風になっちゃったんですけど、最初にですね、放射線と抗がん剤、その2つだけの治療で、そうだなぁ、俺かなりでかかった、何センチ、10、直腸の方にぼっこり、僕の場合はですね、直腸本当、ちょっと汚い話で恐縮な、指入れて2センチくらいのところにもすでに大きいのができちゃってて、手術が不可能って言われたんですよ。で、まあ、とりあえずは抗がん剤と放射線を当ててちっちゃくしてから手術ということだったんですけど、1ヶ月ぐらいの放射線と抗がん剤の集中治療によってですね、なんとできてたがんが影も形も全くなくなって、綺麗さっぱりなくなっちゃったんですよ。それで今まで不具合があった、便通もですね、まあ直腸がんになった時には必ず下痢みたいなものを繰り返しますので、下痢や便秘みたいなのを繰り返すって、それが、直腸がんになった時の分かりやすい症状です。それがもう、見事に通常のね、本当に、便がもう、僕本当にね、毎日結構な、量が出るんですよね。それなりの太さのものがもう、本当に、こってり出るという、本当に汚い話で申し訳ないんですけども。それが蘇ってきたので、わあ、これは治ったって僕勘違いしちゃったんですよね。まあ勘違いったら今だから言えること。がんをですね、甘く見ると、これ後々分かったんですけども、CT とか、あと、直腸カメラとかで、あとはまあ、お医者さんの外、いろんな、診察によるものからですね、がんがなくなったという、言い切れないっていうのはですね、本当にミクロ単位で皮膚の組織の中にまで入り込んでいるがんっていうのまでは、お医者さんとか、CT とかペットでわからないんですよ。ペットって本当高い全身、本当に、ペットレントゲンって、かなり細かく、CT のなんか、もっと細かいようなやつなんですけど、それでも、出ないんで、がんの反応が、がんがあるっていう反応がない。あと、あるいは、腫瘍マーカーってありますよね。腫瘍マーカーも本当に言ってしまえば、まあ、参考になるかなと思うんですし、マーカー値が高いから低いからといって、がんがあるないっていうのは、これもまたね、厳密に言うと、言えないっていう。だから、マーカー値が高いから、がんが増殖してる、低いからがんがなくなったとは言い切れないところがある。つまり本当によく術後5年とか10年って言いますけれども、
もう本当に癌の転移があるかないかって、なんともこう、検査とか、医者のまあ、経験値とかだけでは言えない部分があるというのは、組織の本当に中に見えない、ミクロ単位でね、悪性の癌の腫瘍が転移している、小さいものに関しては、またそれが再発するかどうかって、なんとも、わからない分野らしいんですよね。なので、僕のように本当、もう綺麗さっぱり、跡形なくもう本当、まあ、CT とかでももう出ない、腫瘍マーカーも出ないぐらいに癌がなくなっても、やっぱり、で、僕はもう高く食っちゃったんですよ。ああ、もうそれでもう手術なんかもちろんやるわけないんだろ、もう。そんな手術なんて、なんてね、思っちゃって。で、ましてや、ちょっとそこの病院だと、なんていうんですか、肛門温存の、一次ストーマっていうんですけど、へその横に、簡易のこう、肛門をつけて、一時的に、そこに、ストーマを作って、その、傷が癒えた時に、今度、腸につなげて、だからまあ自分の肛門温存をして、自分の肛門でまあ排泄ができるようにする手術なんですけど、それができない。つまりもう肛門からわずか2センチ、もう 1.5、2センチくらいのところに腫瘍があるために、それは手術がもう不可能って言われたんですけれども、どうしても僕は、まあそこはなんとか手術することができないんだろうかって思ってですね、調べたところ、まあそれの名医だった先生が久留米の方の大学病院にね、いらっしゃったもんですから、そこを訪ねてセカンドオピニオンということで紹介してもらって、そこに入ることになったんですね。久留米の病院に入ることになったんです。それでまあその先生曰く、まあ2センチぐらいのところに腫瘍があるけど、まあできないことはないと。ただ結果については何とも言えないと。成功するかどうか、また成功したとしても良い結果が得られるかどうかは保証はできないということだったんですよね。良い結果というのはどういうことかというと、まあ手術前の状態で普通のように排泄とかそういうのができるということなんですけど、まあ手術が 100% 成功したとしても、上で 80% ぐらいの QOL、まあ、生活満足度がってことなんですけど、それが 80% しかないですよってことなんですよ。成功したとしても。なので、やるやらないは、患者の自身の、まあ、判断によるってことなんですよね。まあ、僕は、まあ先生を慕ってもそこにかけたもんですから、まあお願いします。ダメだったらもう、永久ストームに切り替えてももう全然構わないしと、まあ先生にかけますということで手術をやったんですけどね。まあ直腸がんになってまとめますと、まあ直腸がんが発覚したとか発見したのは、やっぱりだんだん排泄の状態が便秘下痢を繰り返して、まともな排便ができなくなっておかしいなと、あと肛門の中になんか異物、なんかちょっとそういうものを感じるんですね。なんかできてる。座ると、突き上げ感が、ほんと肛門の中に、お尻の中になんかができてる感覚がすごい、もう自分でそれはっきりわかるほど、あるんですよ。直腸がんの特徴ですね。大腸がんとか上の方にやるとわからないんですけど、直腸がんの場合は、そういった、もう異物が、はっきりある感覚が分かります。で、それがあったもんですから、まあ地元の病院に行って測っ
触診を受けたところなんかあると。で、まあ紹介してもらって、手術のできるですね、病院にまず行ってみたところ、まあ、もう最初言われましたね。これはもうレントゲンとかいろいろ検査するまでもないって。これ直腸癌って、もう最初に言われちゃったですね。レントゲン撮った。それを見た瞬間に言われちゃいましたね。それから詳しい CT とかの血液検査だの、そういったものをやる前に、間違いないって言われて。で、まあそこの病院では、一次ストーマ閉鎖の手術はやらない、できないという方針だということでしたので、まあこれなかなかね、やっぱ難しいんですよ。そしてね、後で分かったんですけど、僕の場合はちょっとまたさらに普通の、患者さんよりマイナスな面があったとすると、放射線と抗がん剤の治療、特に放射線でですね、がんがなくなったのは、一時的になくなったのはいいんですけれども、皮膚が、柔らかくね、ゆるゆるに、液状化現象って言われましたね。もう柔らかく、放射線の影響になった、後遺症によって、皮膚がもう、ベロンベロンになっちゃったので、切って、縫うとかいうことが難しいと。なんだよって、もうそれだったらもうせっかくも、と思ったんですけど、まあその状態でも、久留米の病院は、やってくれたんですけどね。まあだからか今、ちょっと術後の状態が、あんまり、長期にわたってちょっとなかなかこう排泄障害がままならないという今現状なんですけどね。次回はまあ、その先について、お話ししていこうかと思いますけれども、そういった経緯で一つ目の病院では、ストーマ閉鎖手術、一次ストーマを増設して作って自分の肛門で、排泄ができるような手術、つまり永久ストーマじゃないってことですね。それができなくて永久ストーマの手術しか、しないという方針の病院だったため、セカンドオピニオンで久留米の方の病院、まあ、直腸癌のその肛門温存手術の権威だという先生に尋ねまして、そこでやってもらいました。次回は、その先についてですね、実際にもう手術したのはどうだったのか、その手術の後にまた手術ありますからね、今度その肛門閉鎖の手術です、肛門閉鎖じゃない、ストーマ、一次ストーマを閉鎖して本当の自分の直腸につなげるという手術2回やってるわけなんですけど、そのあたりのことを、話していこうと思います。それでは、よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた。